はい、今週もね、いつものところにお散歩にやってきました。はい、昨日雨が降ってね、温度まあ若干高かって、今日はね晴れて、さらに高くなるかなと期待をしていたんですけども、天気はねいいんですけども、すごくね風が吹いて気温が低いです。はい、おそらく風切り音ね入ってるんじゃないかなと思いますけども、はい、港もねちょっと風に煽られて波がねパタパタと立っているような、そんなね状況になっております。はい、いつものねところを今日もお散歩していきたいと思います。いや結構ね風が吹いてて声聞こえにくいかもしれませんけども、はい、今日はね船が少ないですね。はい、そして桟橋のね方も人がほとんどいないです。うわすごい風だ、これは音入るかな。はい、水面もかなりねこんな感じでざわめいております。こんなに寒いのに鳥がね泳いでますね。今日は2羽しかいないかな。はい、鳥わかるかな、これ映ってるかな。いやしかし本当に寒い、風がきつい。はい、突堤のね先まで来ました。ちょっと風がきついんでね声がちゃんと入ってるかどうかわからないんですけども、はい、今日も港はねこんな感じになっております。やっぱ風の影響でね波が結構ね立ってますね。はい、今1時を回ったところということでね、釣りをしてる人もねまばらですね。皆さんお昼休みね、まだ開けてない感じかな。うん、なので1家族そして端っこにおじさんが1人ね、いるぐらいで、そんな感じですね。いやー寒い、いやーなんせ寒い。さあ今日も向こうの反対側の方までねちょっと歩いていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、イカダはねまだ特に変わった様子もなく、今週もプカプカ浮いております。はい、一体何のイカダなんでしょうかね、未だに謎です。わかりますかね、ここでなんか潮の流れがちょっと変わった感じの、ちょっとね色が変わってるのわかりますかね。うん、面白いですね。ちょうど入り江に入ったとこと川がね交わるところで流れがね変わってるっていうね、そんな感じになってます。面白いです。はい、対岸までね渡ってきました。はい、こっから先行きたいと思います。ちょっとねマスクをしました。なんせね花粉がねすごくてね、ちょっとマスクなしではね辛いって感じですね。はい、それではねこのコース歩いていきたいと思います。さっきね対岸から見た時に紹介したんですけど、あの辺にちょっと筋が入って色が変わっているのが分かりますかね。あそこでどうもなんか潮目が変わってるみたいなね、そんな感じじゃないかなと思います。分かりますかねこれ映ってるかな。さあ、船のね遊具のところの工事ですけど、今日は何だろう、植木かなんかかな、工事をしています。若干ちょっと進んだかな。いや結構大きな音で舗装してんのかな。はい、道をねなんかタンピングで平らにしてる感じですね。いや早く工事終わってほしいな。よく見るとずっとあっちの方からね道が出来上がってますね。いやこれも結構整備されてて楽しみですね。はい、結構ね何だろう、駐輪場かベンチみたいなのもたくさん出来上がっています。さあ今日もワカメ取りをされているみたいです。すごいね、ピューンと伸びてパシャーンと、はい、あれで引っ掛けてワカメを引き寄せると、そんな感じでしょうかね。面白いですね。はい、こちらでもねワカメ取りですね。こっちはすごいなんかさ、長い竿の先に鎌みたいなのがついてますね。それと長いね玉を持たれた方が引き寄せて、あれでねこうすくうって感じでしょうかね。皆さんそれぞれ工夫されて独特ですね。はい、今日もこの辺に来ると結構穏やかな感じで、はい、今日もね散歩進めていっております。
いやー落ち着くなー。はい、今日もね端っこの方までねずーっと歩いてやってきました。はい、この間から気になってるあの橋ですけども、ずーっとよく見るとねこっからこうずーっと来て、でこの道のね上に繋がってるみたいなんで、ちょっとね今日は上の方ねこうずーっと歩いて、人が行けるかちょっとわかんないですけどね、車しか通ってないんで、あの橋の方へ行けるかどうかちょっとね確認してみたいと思います。さあいよいよ橋の手前までねこうずーっと登ってきました。はい、この先行けるかどうかドキドキします。さあ行ってみましょう。はい、なんかね歩道がずっと橋の横につながってるのでどうも行けそうですね。はい、ではこれ橋渡ってみたいと思います。裏道につながる階段をね見つけたんですけども、この間散歩した時ねあの一番下の降りたところの段差があまりねありすぎて行かなかったんですけども、どうやらねバイパスできそうですね。まあでもじいさんちょっとね、足が短いんでね安全牌で坂登っていきたいと思います。はい、あの見えてた橋は二見大橋という名前のようですね。はい、いよいよ橋のね頂上付近に来ましたんで、ちょっと橋の真ん中までね行ってみたいと思います。はい、この先のね、真ん中に立って景色を撮ってみたいと思います。はい、橋のね真ん中付近まで来ました。はい、こんな感じでねちょうど川の真ん中ぐらいでしょうかね。いやー絶景です。で、帰りはちょっと反対側行ってみたいと思います。これ映ってんのかな、なんかピンボケみたいになってるけど大丈夫でしょうか。はい、橋をね渡ってきたところなんですけども、この先ねちょっと向こう側に渡るね横断歩道とかないので、ちょっとこの先には行かずですね引き返して向こう側に行けたらなと、いうふうにね思います。向こうに渡るとね船着き場とか見れると思うんで、ちょっとねそっちの方渡ってみたいと思います。はい、反対側の船着き場の方へ回ってきました。はい、どんな感じでしょうか。はい、こっちのが船がたくさんあって景色がね随分違うと思うんですけども、はい、反対側でもなんかワカメ取りをしているおじさんとかいますね。こっちの方が眺めいいですね。はい、こんな感じで、で、この間裏からね下から回ってきたのがこの道になります。はい、公園とグラウンドがね見えるかと思いますけども、はい、こんな感じで船着き場いいですね。やっぱこういう港町ってねすごく落ち着きますね。はい、それではね今日はここまでということで、はい、引き返したいと思います。ここでも鳥が泳いでますね。カモでしょうか。4羽います。はい、気持ちよさそうです。ここ風ないんでね結構あったかい感じですね。さあ今日もドリンクタイムにしたいと思います。今日のドリンクはこれですね。ハニーなんだわかんない、ハニーハグラテ、これを飲みたいと思います。取れてんのかなこれ、焦点合ってるかどうかわかんないんですけど、今日は実はあのイオスキッスね X7 に 27mm のパンケーキレンズをつけてね、撮影しております。その上にユースキービジョンさんのね、UVM プロっていうね、マイクをつけて収音をしております。はい、それでは早速飲んでみたいと思います。これ結構ね苦いです。味が癖があるね。はい、今音声どんな感じでしょうか。風がちょっと止んだのでね、自撮り的にちょっと撮ってますけども、どんな感じでしょう。ちょっとバリアングルで画面が確認できないんですけども、感覚的にだいたいジジさんが腕を伸ばしたぐらいの距離で撮ってるんで、画角には収まってるんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあだいぶ暖かくなってきました。1時頃に出始めて今ちょっと2時過ぎなんで、だいたい1時間ぐらいプラプラしたかなって感じなんですけどね。なんかこれなんだかな、これ何が入ってるの、歯
ニーっていうぐらいだからね、蜂蜜が入ってるんだとはいうのはわかるんですけど、ハグラテ、ラテはこれカフェラテのラテでしょ。ハグは何？ハグ、ハグはどういう意味なのこれ。わかんないな、謎です。森永乳業さん、謎です。ね、このミスターレイニアっていう会社かなと思ったら、これミスターレイニアっていうシリーズなんだよねこれね、うん、森永乳業さんですねこれね、うん、癖が強い。まあちょっと語るとさ、まあこのお散歩専門チャンネルじゃないんだけど、まあお散歩動画をメインに取り出して、まあ世の中正直だね、うん、興味ない人はもうチャンネル登録解除してもらっていいですよなんてね、まあ言ったら正直にものすごい人数のチャンネル登録者が去っていきました。びっくりしました。まあそこまで皆さんもうガジェットオンリーだったのかなと思うとね、まあそれだけまあジジさんガジェット的なものをまあ出してきたんだなっていうのと、まあ世の中的にはジジさんはガジェットユーチューバーっていう感じのね、認識のされ方をしてきたんだなっていうふうにねちょっと実感をしましたね。まあ嬉しいような悲しいようなね、まあジジさんのこういうキャラクターが好きでお付き合いしてくださってるね、古くからずっと見てくださってる方もいるし、まあそういう方嬉しいんですよね。うん、まあキャラクターが好きで付き合ってくれるっていうのはやっぱ人間同士っていうのでね、あったかみがあって嬉しいです。まあでも世の中こういうネット上の世界って本当にドライだよねっていうのをね改めてジジさん感じました。なんかこの水面のきらめきがなかなかね癒されますね。ずっと見ていられます。まあちょっと逆光でね見にくいかもしれないですけどもね、この水面の揺らめきキラ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 とずっと見てるとね心が落ち着きます。はい、今日はねあの橋の真ん中までね行って全体のね、景色が眺めることができたので非常に、ね、有意義でした。はい、それではね今日のお散歩ここまでにして、はい、いつものねコースを戻って、帰っていきたいと思います。はい、向こうでもねなんかやってますよと思ったらワカメ取りでした。公園の側道が青く塗られてます。塗られてんのかな、塗られてるね、アスファルトだね。いやこれ安全道なんだろうか。いや本当に完成が楽しみになってきました。まだ花が咲いてますね。あ、望遠がないのが辛い。なんかすごい抹茶色の鳥が蜜を吸ってるんですけど、いやーこれ、いや望遠欲しかったな、面白いな、可愛いな。今日も少年たちは元気に野球をやっております。はい、公園の中を抜けて帰ります。先週よりだいぶ花がちょっともうしぼんできましたね。まあでもまだ鮮やかに咲いてるって感じですかね。もう今週か来週ぐらいが山場じゃないでしょうか。ちゃんとトイレの前に消毒液が置いてあります。さすがです。川の方も水位が下がってね、結構今日は透明度が高いです。時折お魚の群れがねいたりします。まあいつもはねもうちょっと群れてるんだけど今日は少ないかな。でも川底がねちゃんとしっかり見えますよ。めっちゃお魚いるんだけど、わかるかな、見えるでしょうか。ちょっと見えにくいかもしれないけど結構群がっています。はい、お散歩からね、いつもの通りに戻ってきましたら
なんとなんと船着き場に例のでっかいねクレーンみたいなつけた船が入港しておりました。はい、どっかで仕事して戻ってきたんでしょうか。はい、散歩してるとこういう変化が見られてね楽しいですよね。はい、ちょっと出発時とどうも船の感じも変わった感じです。はい、こんな感じで今日のお散歩終わりたいと思います。ありがとうございました。